あの武士がまあとてもですね鎌倉時代の武士はその美について語るなんてことがまだまだできないえ貴族にもはるかに及ばないところが室町時代になるとあの一定の発言権を武士も持つようになりますでそこで出てくるのが武士の美それと貴族の美の戦いと。 うん、いうことがありますね。うん、で、それともう一つ室町時代に見られるのは、さっきから言っている外国からの刺激なんですよ。で、あのそうですね。高田さんはあのなんていうかなえっといわゆるそのブランドものだったりお好きですか。はいうん、ま漠然と好きというよりも、うん、はいあのブランドによっては好きなものもあります、ね。洗練されまあねよくあの若い女性、うん があのまあ、ブランドものが好きだということを、うんまあ、僕らおじさんがあの指摘して <laughs> 中にはあの厳ししく言う場合ももあるのかもしれない、うん、だけど実はね日本人ってさっき言った、はい、ぬるいあのそういう貴重のところに刺激が与えられると、うんうん、みんながその新しい ああ海外の美っていうものに飛びつく傾向があるんですよ。うん、だからブランド物が好きなのは実は昔からなんですね。なるほど。それで、うん、室町時代にすごくみんなの心を、はい、掴んだのがいわゆる軽物。これは和物に対する軽物っていう言い方で、うんはい、まあ中国っていう意味ではなくて海外からの物品、はい、ということになるんですね。でその。 そういうい唐物と和物の対立っていうのが室町時代にはあり、うん、それから武士の、えっと、新しい美意識、はい、これは言葉で言うと「サラっていうちょっと耳慣れない言葉のもの、うんはい、それと貴族の伝統的な美意識、うん、それとの対立この2つが室町時代には見ることができるんです。 ずっと並行していく感じですか室町はいやそれがね、うん、やっぱり、ね、そこはまた面白いところで、はいえー、よくそれが現れるのが、うん、これ有名な金閣寺ですねこの金閣寺を見ていただきますとこれは足利義満、はい、三大将軍が建てた建物なんですが、うん、これって、えー、貴族文化と武家文化の融合なんですよ。 あのね歴史ああそうこれはね一番下の層が初層で真ん中が第2層でそれからさらに屋根のすぐ下のところが3層ということなんですね。で一番下の初層は神殿造りつまり貴族の文化で作られてるんです。で真ん中が書院造り。 だから武家の文化で作られてる一番上はこれちょっとまた変わっててお寺の文化でで作られてるんすねこういう形でまあ足利義満のもとで政治的に言うと貴族が武士によって吸収されて室町王権というような新しい王権の形が表現されると。 と、うん、いうことと同じように、うん、武家のお、えっと、文化のところに貴族の文化が吸収されて一つのこういう建物が作られてるあ<ー>でしかもで、ねうん、これ見てお分かりのように金じこういうなんていうかカラフルなその表現、うん、というのがやっぱり、うんえー、まあなんていうかなあのバサラというものの系譜を引いていて。うん ああバサラっってていううのは、うん、あのこれねねダイヤモンドって意味ななんんでですすそか、うん、だからそういうキラキラの<ー>なんかね今までとは違う、うん、貴族の落ち着いた美とは違うものがここに表現されてるわけです。うん、なるほど、うん、でそれで、えー、まあだけどこうしたものが、うん、じゃあこのまんま先ほどお高田さん言われたみたいにずっといくのかと。うん はい、いうと、また、これが変わってきましたね。うんうん、これ、銀閣寺。ねえ、なんか。落ち着いた色合いの。感じですよね。そうですね。で、まあ、金閣寺、銀閣寺といえば、うん、本当に、まあ、京都を代表する建物になるんですが。うん、この銀閣寺っていうのは、あの、もともと、銀を。金閣寺に、あの、まあ。対抗して。はい、銀を張るつもりがあったんだと。 言われる場合もあればいやもともとこういう感じだったんじゃないのっていう説もある。でまあもともとですね銀っていうのは経年年をるるとでですすね黒くなんよだから銀を貼っててもこんな感じになるんじゃないかなと思うんですけれどもこれは八代将軍足利義政。 こういうい、まあ、作った建物になります金閣寺は六音寺、うん、それからこっちの銀閣寺は寺庄寺という、うんまあ、お寺の中の建物になるんですが、うん、この足利義政は、まあ、言ってみればですね、うん、室町幕府がだいぶお金なくなっちゃいまして、うん、あの金箔を金箔を貼るだけの余裕がなくなっちゃったんですね。うん うん、あるいは銀箔を張る余裕がなくなっちゃったんですね、うんうん、それどっちかというとまああの貧乏人の知恵をしっかりと働かせたと、うん、いう形になるわけですええー、これは二階建てですよね, 2> 2すねしかも、うん、でドナルド・キーン先生という方がいらっしゃいますが、うんはい、キーン先生に言わせると足利義政っていう人は、はいうん、将軍としては全く零点だと 政治的にもそれから軍事的にも経済的にも見るものはないと評価できないひどい言われようですねただ彼の文化的な創養それは日本人の原型であるとつまり現代の日本人っていうものは足利義政によって作られたと言ってもいいというふうにおっしゃってるんですねそれぐらい高く評価されてるんですどの辺が日本人の原型なんでしょうはい それは足利義政が中心にいるような、あの美の空間というものが。生活文化なんですよ。生活に根ざした文化、生活に根ざした美意識。なんですね。だから、あの庶民にも影響を強く与えることができた。私たちが今住んでいる、まあ、これね。 またあの近代と現代は違うっていう言い方がバッチリ、うん、当てはまってしまうんですが、はい、僕のような昭和の人間にしてみると、はい、畳敷きの部屋であったり、うん、それから床の間があったり、うん、そこの床の間に花瓶がいけてあったり、はい、掛け軸があったり、うん、これ全部この足利義政のあ<ー>、まあ、身の回りの美,美の空間なんですね。なんか茶室の イメージですねその今ののご説明そ、うん、そうですねその茶室のイメージっておっしゃったのはものの見事に本質をついてるんですがあのね茶室、はい、お茶っていうものが実は室町時代の初めにはですねものすごいキラキラの空間だったんです。えー、ド派手な空間 だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、<然>で、それがだん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 、うんうん、やっぱり、あの、千利休が大成した時には。うん、いわゆる、詫び茶と、うん、いうものになっていく。うん、あれは、ちゃんと、あの、時代の変遷とともに、変化があるんですね。うん、だから、みんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度すべての作戦だっ、うん、中立でなければならないって建前になってると。